簡単なのにします。オーストラリアでは海岸での花火が禁止されている。イエスかノーか。イエス向こう、バーツはこっち。もう一度いきますよ。オーストラリアでは海岸での花火が禁止されている。丸かバツか。正解してる人います？正解分かる人います？正解はダメです。禁止されてます。全員正解ですね。次行きましょう。オーストラリアの高校で一番学ばれている第二外国語は日本語である。マルカバツか。もう一回行きましょうか。もう一回問題、はい、オーストラリアの高校で一番学ばれている第二外国語は日本語である。マルカバツか。高校ですよ、高校。いいかな、いいかな。ちなみにみんな残ってるの？こっちはな、全員チーム違う。そっちは全員チーム違う。行きましょうか。答えを、あ、ちょっと待って、答え知ってる人。高校で一番学ばれているのは日本語である。丸かバツか。正解は、正解は丸です。丸です。ちなみに僕は高校の日本語教師です。知ってました？知らなかったですか？こっちの大学院で教育学部を出て正式な教員登録を済ませてもらいます。お仕事見つけやすいんですね。